平成19年8月30日、阿蘇市並野にある阿蘇坊橋隣接広場で森林機関道阿蘇東部線開通式が行われました。当日は主催者である森林機関道阿蘇東部線建設促進協議会会長の佐藤阿蘇市長、副会長の藤本隆盛町長をはじめ、関係者らおよそ130人が参加しました。 式典では神事や祝詞の掃除が行われ主催者挨拶として佐藤麻生市長が農林畜産業のさらなる発展観光地麻生の起爆剤となることを願っていますと話していました挨拶の後、テープカットが行われ式は無事終了しました この森林機関道阿蘇東部線は、阿蘇外林山東部一帯の阿蘇市並みの高森町に広がる森林地域の林業振興や林産物の搬出を主に計画され、今後その役割以外にも地域の生活道路、観光道路としての利用も期待されています。